ヒロフォサウルスは、ジュラ紀前期シネブール紀から、プリンスバック紀にかけて、北米、中国に生息した原始的な獣脚類恐竜。頭骨の上部に地体を持つ半月状の土坂が、特徴的で、二つの竜気を持つトカゲという意味の、学名はこれによるもの。小説、映画、ジュラシック・パークに登場することで知られるが、同名の別物と言えるほど異なるものになっている。 ディロフォサウルスの体長は5から7メートルと、重脚類としては、中型の部類になる。コエロフィシスに近縁な重脚類の中では、大型の部類になる。特徴的な頭骨は、比較的細長く、上部に、半月状の土坂を一つい持つ。この景観は、非常に薄く脆かったため、用途はもっぱらディスプレイであったとの解釈が、一般的である。 また、上あごの全部と後部の間で死列が分かれており、この内前上顎骨の歯は、反りがなくまっすぐであるなどコエロフィシスと似た特徴を持つ。また、この細長い頭部と反りのない歯という特徴は、原生のワニやバリオニクスなどのスピノサウルスカドの類似の特徴である、ため、同じように魚食性であったと考えられるが、直接的な証拠は見つかっていない。 多くの一般書籍では、トカゲのような小型爬虫類や地震により小型の恐竜を捕食していた。あるいは、不肉食性で残された死骸を食べていたと記述されている。ただしこれについては、近年になって、複数の専門家による反論が提示されている。かつて、ウェルズ氏が行った研究によると、次のような報告及び推察がなされた。だが、 手の使用方法については明確な根拠が挙げられなかった。この仮説は長らく多くの書籍やメディアで採用されてきた。ところが1986年にバッカー氏は辞書のにおいて次のような主張を展開した。そしてバッカー氏はこれらの指摘に基づきディロフォサウルスがスカベンジャーではないと結論付けた。さらにグレゴリー・ポールも辞書の中で バッカー氏の仮説を次のように後押しした。また2010年刊行の翻訳書、ホルツ博士最新恐竜辞典でも、ディロフォサウルスは初期の総立類を引き裂いて殺せただろうと記述された。こういった指摘を受け、近年ではメディアでもディロフォサウルスが強力な捕食者として描かれることもある。一方で、ウェルズ氏、ポール氏、 ホルツ氏が随所で指摘しているように、ディロフォサウルスは小型の獲物も積極的に狙っていたと考えられている。事実2005年には、フランゾイステリアン氏がディロフォサウルスの下顎を研究して次のような報告をした。として、ディロフォサウルスが小ぶりな獲物を積極的に狙っていたとしている。だが同時に、著者は仮にディロフォサウルスが小動物を主食していたなら、 彼らは小規模の群れしか維持できなかったことも示唆している。2007年の研究では、スピノサウルス類との比較により、ディロフォサウルスにも、改めて魚食の可能性が示された。それは、以下の根拠及び推測による。また間接的な根拠として、ディロフォサウルスの生息した、ジュラキ前期に魚類が豊富だったことも挙げている。 これは三条期末の絶滅事件が要因とされている。しかし、スピノサウルスを含む、重脚類の前腕が狩りに使われたかどうかには、異論もあり、そもそもスピノサウルス類のイリタトルやバリオニクスからも、翼竜や恐竜を食べた証拠が見つかっている。加えて、ティラノサウルス類のキアンゾーサウルスでも、魚食の可能性が提示されているが、彼らの前腕は、 非常に短かったとされているため、魚食イコール種が発達しているとは限らない。現状までの論文や仮説、推察を総括すると、ディロフォサウルスは、日和み的に水辺で魚を漁ることもあれば、力任せにスクテロサウルスのような小動物を引き裂くこともあり、場合によっては、流却した目のような大型動物を、失血死させて餌食にしたらしい。 そして2020年にディロフォサウルスの再研究が発表されると、オームネ・バッカーやポールが述べた説が正しかったことが分かった。この論文では、ディロフォサウルス化が消滅することや、新住脚類全体についても様々な指摘が行われる中、ディロフォサウルスの顎が、ウェルズの予想以上に強力だったことが示されたのである。これを踏まえると、ディロフォサウルスは、 サラハサウルスのような胴体格の竜脚形類さえも積極的に狙う頂点捕食者だったようだ。ティロフォサウルス属の分類については諸説ある。以下に主なものを挙げる。どのような分類になるにせよ、おそらくコエロフィシスとの類縁関係が近いとされる。とはいえ厳密にはコエロフィシスよりも派生的な獣脚類であり、ケラトサウルス類との類縁関係も指摘されている。 三種記載されていたが、現在は二種が記載されている。ウェテリリの復元模型、ポーランド地質調査所博物館小説、映画、ジュラシック・パークに登場し、映画が世界的に大ヒットしたことで知名度が上がった。最大の特徴である、頭骨の上部に一帯を持つ半月状の景観は再現されてはいる。 1990年に発表された原作小説では、顎が貧弱なため、麻痺の作用がある毒の入った唾液で狩りや防衛を行うような生態で描かれている。さらに1993年の映画では、小柄な恐竜で、襟巻きトカゲのように襟飾りを広げる。これらは脚色、演出、フィクションである。生物的考察を経てはいるが、 化石証拠に基づいたものではない。映画公開後に現実の恐竜研究は劇的に進歩したが、映画公開前のディロフォサウルス像とも映画公開後のディロフォサウルス像とも全く異なる。まず、ジュラシック・パークの恐竜造形は当時の恐竜像にのっとっている。さらに作中での前提として、化石の DNA は、 経年劣化で不完全なので遺伝子を改造した上で再生されている。その上でディロフォサウルスに関してはフィクションの度合いが特に大きくなっている。つまり、ジュラシックパークのディロフォサウルス像と学術研究されているディロフォサウルスの姿は同名の別物である。他のフィクションにおいてもジュラシックパークのフィクションディロフォサウルスをモデルとしたと見られる造形例もある。 日本のアニメ、恐竜冒険記ジュラトリッパー、ゾイドシリーズに登場するディロフォサウルス型ゾイド、ディロフォース、Xbox 用ゲームソフト、ダイナソーハンティングなど。ありがとうございます。